日産はフラッグシップミニバン、エルグランド改良新型を発表したばかりだが、スクープサイト、スパイダーセブンが磁気型に関する情報を入手した。現行モデルで廃止となる可能性も噂されているが、果たして真偽の程はいかに。初代エルグランドは1997年に元祖高級ミニバンとして登場。しかし2002年にトヨタ、アルファードが登場すると徐々に立場が逆転。現在は大差をつけられている状況だ。現行型はすでに登場から10年が経過しており、このタイミングでのマイナーチェンジは磁気型の可能性を否定するものと思われた。しかしスパイダー7スクープ班は磁気型の開発が進められているという情報を入手した。期待されるのはやはりアルファードベルファイアーに負けない押しの強いエクステリアデザインだろう。日産エクルグランド磁気型予想 CG、 現段階では予想に過ぎないが CG を作成した。フロントデザインはアリアからの流れを組むデザインに従来のエルグランドのデザインを融合、押し出し感たっぷりの迫力ある印象の中にもシャープなイメージを残した。サイドデザインはボディの張り出しとキャラクターラインにより大胆かつグラマラスに。アンダー周りもフロントからサイド、リアを取り巻くメッキ処理で高級感を演出した。満を持して投入される磁気型の注目は360度の安全を提供する全方位運転支援システム、プロパイロット 2.0 などの安全装備の充実だ。フラッグシップミニバンにもかかわらず、プラットフォームの進化に取り残され搭載されていなかった安全支援装備が格段に充実し、磁気型の武器となるだろう。またハイブリッドモデルの不在がアルファードに差をつけられた要因の一つとも考えられるが、ついにエルグランドにもいいパワーが搭載されることになりそうだ。 2.0 リットル直列4気筒エンジンプラス電気モーターを搭載、最高出力190ピコセカンド程度が見込まれ、 JC8 モード燃費でアルファードを大きく超える 24km/L と予想されている。現行モデルで廃止か磁気型で再起を図るか現段階で断定はできない。ただし磁気型が登場した場合、もはや失敗は許されない状況であり、これが最終対決となる可能性もありそうだ。開発が順調に進めば2023年あたりの登場となるだろう。新型車を最速スクープ、スパイダーセブンをチェック。